皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ひろでございます。今日はスペシャルゲストに来ていただきましたよ。イエーイ、アネアセヨヒヨンです。よろしくお願いします。お久しぶりです。いやもう皆様ご存知だと思いますけれども本当美容系 YouTuber の元祖です。ヒヨンちゃんは日本のコスメのトレンドから韓国の美容情報をいろいろ詳しく知っている方ですので、今日のテーマはですね、はい、私は、はい、ちょっとねお化粧ポーチ占いができるんですよ。すごい。今日はヒヨンちゃんのお化粧ポーチを持ってきていただきましたので、はい、そのお化粧ポーチの中身を見ながらヒヨンちゃんがどんな人間なのかっていうことをね、はい、いろいろ占っていきたいと思います。すごい。大丈夫かなと思って中をちゃんと確認してきました。なるほど。今日はヒヨンちゃんに持ってきていただいた化粧ポーチは、はい、持ち歩き用ではなく家で使ってる、うん、なるほど、わかりました、はい、もうこれ家での私生活全部丸見えです、ね、え、恥ずかしい。そうよ、開ける所作からいろいろ見たいので。ああ、そう、そこまで そこまで関係あるんですね。関係あるんですよ。でもちょっと普段通りにできるように頑張ります。はい、はい、それでは化粧ポーチ占いやっていきますよ。じゃあいつものあれをよろしくお願いいたします。それではスタート。それでは早速始めていきますよ。じゃあ、はい、ヒヨンちゃんお化粧ポーチ開けてください。開けます。はい、じゃじゃーん。パカ。でも中が結構ね、はい、ごちゃごちゃ出てくるんですよね。なるほどね、はい、でも結局量があるからこういう風になっちゃうよね、うん、なるほどです。スキルとかも何もつけてない。あ、もうねこの時点でいろいろ幼稚ケラポイントいっぱい幼稚ケラポイントあるある。一個一個出してってもらっていいですか。いいですか。はい、韓国コスメとかが多いですね。はい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 、やっぱさすがね。そう、ヒヨンちゃんは本当に韓国コスメがもうルーツと言っても過言ではないぐらいね。大好きです、ね、本当に。はい、今並べ終わりました。お願いします。なるほどです。いや、ここからね、いや、なかなか正直、うんうん、その癖はないと思う。おー、あのここのコスメの時点で、はい、あー癖あるなっていうのを結構感じたりすることがあるんですけど。あ、そうなんですね。まずこの時点では、癖がないです、うん、はい、ちょっと開けてっていいですか。お願いします。あ、これアジャド可愛い。これどこの。イニスフリー。あ、イニスフリー。これそうなんですよ、ヴィンテージパレット。そうなんだ。めちゃめちゃ可愛いんですよ、ね、これ見たことない。え、本当ですか。可愛い。これちょっと使いたてじゃない。まだ綺麗だもんね。使いたてですね。私コスメをいただくことも多いし、うんうんうん、自分で買うことも多いので、うん、結構使い古してるっていうのがあんまりない。なるほどね。新しいの次から次へと使わなきゃいけないからね。めっちゃ可愛いですよ。これやばいね、このグリッターのこの荒い感じとか。これめっちゃ可愛いですよ。これ超可愛い。え、これ、うん、これはちょっと今欲しいと思っちゃった。え、嬉しい。ねえ、ちょっと占う前に欲しいコスメばっかり見つけちゃうみたい。あ、でもほとんど韓国コスメだね。多いですね。なるほどね。これなんですか。これは中国コスメのハイライトなんですけど、見てください。キラッキラだね。え、可愛くないですか。可愛い。しかも無色透明じゃない。そうなんです。透明にグリッターだけ。なんか透明だけ。中国コスメって結構みんな使いにくい感じあるじゃないですか、うんうんうん、配色とかすごい良くて、はいはいはい、でもこれはなんか割とラメがすごい華やかなんですけど使いやすい、うんうん、確かに。私は色が出ないから、ね、ここに塗ってるんですよね。なるほどね。なんかここだと結構キラキラしすぎちゃうから。確かに確かに確かに。真ん中だけ入れてるんだ。だからだ。なんかやっぱり韓国人風メイクだと思うんですけれども、うん、韓国人風メイクって今やるとちょっと古く感じたりするんですけど、うん、ヒヨンちゃんがやってるのすごく今っぽく見える。本当ですか。そう、やっぱりこうやってね、ラメ使いだったりとかラメ入れるポイントっていうのが、うん、ポイントで真ん中だけ入れてたりとかするので、うん、結構こういうのってさ、広範囲にみんな入れちゃいがちじゃん。ですよね。ね、うん、危ないですね。なるほどね。いや、こういうところも今ね、占いの審査に入ってるから。え、本当ですか。そう、このラメって大体みんなさ、結構広くファーって入れちゃったりとかするじゃん。それをね、ちゃんと的確にね、こんな小ポイントだけに入れてるっていうその感覚も今ね、審査中です。嬉しいんですけど。これ何。これもハイライトなんですよ。これ、中国。これはロム&なんですよ。で、この新しいパッケージで、はいはいはい、ハンボって、あの韓国の服、うん、をちょっとイメージして作ったもので、これもラメがめちゃめちゃ可愛いんですけど、この自然だね。そうなんです。結構こういうね、メタリック調になりやすいハイライトって、うん、なんかパウダー調整しないとギラってなっちゃうもんね、うんうんうん、すごい綺麗。見えますか。めちゃめちゃ可愛い。あんまりね、ちょっと見えますかで見えちゃう感じはあんまり良くないんですけど、うん、
程よくこうやってちょっとつるっとなってる感じが、え、これめっちゃいいね。可愛いんです。可愛い、うん、いやね、このクリオのこのブロンズのパウダーね、これ僕持ってるんですけど、うん、結構ブロンザーって結構その暖色のイエローベース寄りのものがすごいほとんどだと思うんですけど、これ青み系のブロンザーが入ってて、このねブルーベースの色のブロンザーって日本にないんですよ。そうなんだ。そう、だから僕このねパレットを持って、僕もねあのメイクポーチに入ってます。さすが、嬉しい。で、同じものが入っていた。そうよ、嬉しい。これ面白いんですよ。3Cのこれ何？これシェーディング。シェーディングなんだ。クッション、クッションシェーディング。クッションシェーディング見たことないんだけど、私もこれでちょっと初めて見たんですけど、すごいいいなって思って、あんまりパウダーでここは塗らない人なんですけど、うんうん、これなんかポンポン塗れるし、すごい自然なブロンザーなので、うん、今ちゃんとローライト効果入ってるんですけど、うんうん、このつけても分かんないっていうのがちょうどいいんだよね、うんうんうん、影になるっていうことはやっぱその影が分かっちゃいけないので、うんうんうん、これいいね。いいですよね。しっとりしてるし、いやちょっと勉強になりますわ。嬉しい。ちょっと新しいコスメいっぱいある。これヘラのね。これヘラです。パウダーチークね、はい、なるほどね。これは色がめちゃめちゃ可愛くて、可愛い。やっぱりこうちょっとポップに明るくなってね、若々しくなるよね、なんかやっぱりこういうちょっと明るめの色、なんか沈み色とかくすみじゃなく、はい、ポンって明るくなる色ってちょっと韓国風になってするよね、うん、あ、そうですね。これこういうのばっか選んじゃいます。なるほどね、うん、だから逆に暗めのチークとかを、うん、あの挑戦できなくて、なるほどね、大人っぽさがやっぱそこで出せないというか、うんうん、なるほど、やっぱ難しいんですよね。そっか、私大人っぽくなりたくて。なるほどね。どうすればいいんだろう。あのね、今のメイクの真逆をやればいいの。なぜならば今の全パーツが若く見えるようなメイクにしちゃってるから。なるほど。そう、眉毛の色、形、うん、はい、アイメイクの色、まつ毛の雰囲気、うん、アイラインのやっぱこの引き方、はい、でチークの色と位置が全部若く見えるやり方なの、うんうんうん、なるほどな。なのでそれの逆をやればいいんですけれども、はい、そのやり方は、今度の YouTube でということで。お願いします。今日は占いの日です。そうですね、そう確かに。お願いします。これね、スキンスムーサーね、ムーのね、いいよね、いっぱい使ってるね、これね。あ、これ、確かにこれはいっぱい使ってるかもしれないわ、うん、かる。あの、僕も自分自身に使ってるんですけど。あ、ですか。そう、最近ほら、マスク時代なので、うん、マスクの下でやっぱりこうね、毛穴がどんどん開いてたりするじゃない、うんうん、でもこれつけとくと毛穴開かないよね。開かないし、私は毛穴が一番の悩みなので。なるほどね。だからこれはもう必需品。なるほどね、必需品って言えたわね。必需品、うん、すごいわ。いや、日本語が上手なんですよ。まあ、育ちが日本語だからだよね。じゃあちょっと次、あ、これはもう王道のイプサのパレットです。あ、これ大好きです。コンシーラーね、はい、いや、使いやすいよね、はい、なるほどね。いや、でもね、綺麗よ。このね、コンシーラーの使い方、穴の開け方、これすごい重要なんですよ、うん、あのこれで結構性格出たりとか、なるほど、あ、こういう、そうなん、精神状態見えたりとかするので、うんうんうん、このね、掘り方はね、うん、なるほどね、わかりました。だいたいね、コンシーラーパレットで大概その人のなりがわかるんですよ、うん、パッと開けた時、どういう感じで使ってってるのかなっていうね。わかりました。面白い、めっちゃ楽しいんですよ、はい、じゃあこちらがイプサの、これね、いい、使いやすいよね。使いやすいです。なるほど。これはね、いつかのベストコスメでもあの入賞した、有名なアイブロウパウダーなので、うん、結構ね、使いやすいっていうことと、あのトレンド問わずどんな時代が来てもね、うん、結構あのバリエーション多く作れるから、うんうん、これかなり優秀よね。これいいですね。あ、分かってらっしゃる。おー、嬉しい。あの正直ちょっと僕がいろいろ聞きたいなっていうものばっかりのイケてるセレクトなので、やばい、これがアウェイクね。わかる、蓋にいっぱいついてらっしゃるね。これ汚いです。なるほどね。こうやってつけて、はい、なるほどです。なんであんまつけなくなりましたね。なるほどね、それはなぜ。やっぱよれるし、肌の感じをなんかよりナチュラルにしたいなって、うん、思い始めてから、なるほどね、なんかファンデーションつけなくて。なるほど、うん、でもファンデをつけなくても綺麗なベースを保ててるからじゃない、スキンケアで。なんですかね、一生懸命頑張ってます。なるほどね、はい、これ何、ね、これ知らない、これ何ですか。ジニーハウスっていう韓国のサロンが作ってるコスメ、うん、なんですけど、ハイライトですよ、うん、クリーム系のハイライト、すごい、なんかちょっとピンクみ。そうですね、こうやって伸ばすとハイライト。本当だね、ちょっとピンクみハイライトだね。え、どうですか。いい、私これが結構好きで、なんかさ、黄身っぽいのは結構あるけど、うん、こういうピンクみのハイライターって結構珍しいかもね。私めっちゃ馴染みません。馴染む。私これ大好きなんです。いいね、しかも浮かないね。そうなんです。へえ、これいいです、ね、嬉しい。へえ、しかもこの形状また日本にないしね。で、これ今すっごい汚いんですけど、うん、あれ言っても
もいいですか？何？あの言い訳、うん、なんか最初使い方分かんなくて、うん、で、うん、どうやって出てくるのかなって、うん、ギュッてやった瞬間に、あいっぱい出ちゃった、いっぱい出てここに全部ついてるから、うん、もったいないなと思って、うん、あの拭き取るのやめようって思ってでもその言い訳はねみんなすると思うあの僕も実際にやっぱピッて出しちゃったらやっぱもったいないと思って、ね、戻しちゃったりとかね顔にいっぱいつけちゃったりとかするんですけれども分かりました今のこの時点で、はい、ちょっと、ね、2つ分かったことがあるんですよ。ん？なんだろう。でもちょっと今回ねあの化粧ポーチ占い結構得意で、うん、いろいろその人のやっぱ心情、はい、状況、トラウマ、うんうん、過去のまあいろいろ功績だったりとか見抜いちゃうんですけども、いや意外にちょっと今回ちょっと私の中で苦戦しているのが、はい、ヒヨンちゃんが結構ねクリーンであるってことなの。え、嬉しいんですけど。あんまりねちょっと毒がなくって渦巻いてるその闇がないんですよそれが今ねどこかにないかなっていろいろ見てるんですけどなかなか見つからなくて、やっぱ人ってねある程度生きてくるといろんなやっぱりこう人には言えない過去だったりとか言いたくない過去だったり出来事ってあるわけじゃない。そうだけどヒヨンちゃんはあるかもしれないんだけれども、そこに闇感とか毒感がないのよ。でも確かに人生でなんか本当にやばいとか、うん、そういう闇系があんまりないかもしれない、うん、ないよ。あと人に言えない秘密とかなくない？まあ恥ずかしいぐらいだったらありますけど、うん、言えないっていうのはないよね。そうなの。いや今このコスメたちを見てて、うん、ちょっとそれがないなって思ってどっかにないかなって思ってるんですけど、でもねもう一個ね性格が一個分かったのがあった。あ、いや意外にね、ちょっと今、はい、あのここまで今半分までしか見てないんですけれども、うんうんうん、ちょっと大まかなメインステージのものたちだけを見た時に思ったのが、はい、こんだけいろいろコスメを持ってるんですけれども、はい、そしていろんなものを知ってるしリニューアルアップデートをすごくスピーディーにやってると思うんですが、うんうん、意外にねちょっと倹約家な人かもと思った。確かにもう全部買うってのはないです、ね、そうだよね、うん、例えば流行りもんがあると結構ほら若い頃で食いついちゃったりするじゃない、うん、特に20代だとほら次の時代これが来たとかになって、はい、みんなが持ってると私がこれ欲しいみたいな感じで、うんうんうん、それでいろいろ買って失敗っていう感じも過去にあったかもしれないけど、うん、今はそうじゃなくてこれだけいろんな種類のいろんなものを持ってるのに、はい、ちょっとそういうセーブが効くっていうか、素晴らしいと思います、ね、私、お給料入った分使っちゃうって人いる、はい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 、絶対ないんですよ、そういうの。昔から？昔から。そうなんだ。だから何でもかんでもっていうのはないですね。なるほどね、うん、いや、ちょっとね、正直コスメにそれがちょっと出てて、え、すごい、なんで？思った。なんで分かった？いや、なんかね、このバリエーションと、うんうん、このメイクのそのテンションやり方と、うんうんうん、このおしゃべりの仕方と、いろいろ見させていただいた中でちょっと倹約家なところを感じました。あの、ケチとかじゃなく、ちゃんとセーブができてる。わかります、ね、わかります いや、そこがだから真面目というか、はい、だから、まあ、今までちゃんと生きてきてる感じが出てたから闇もないし、やばい、オンマありがとう。そう、人に言えない過去あるかなって思ったらないから、そうだからちょっとあんまり面白いことは今日言えないの。なんか逆に面白みのない人生というか、なんかそういう波乱万丈がないので、うん、結構なんか普通みたいな感じなので、 いいのよそれで。やっぱり心がクリアな方が絶対いい。そうするとほら表情にも出るし、今はね20代っていうのは心の内は外に出ないわけ、うん、そうやっぱり親から授かった綺麗な素材のまま20代で生きてくるんだけども、はいはいはい、30を超えてくると心の内がちょっと外に出てくる。なるほど。そう、怖い怖い。そう、それが、シワとかくすみだったりとか、はいはいはい、顔の形だったりとか表情とか仕草に出てくる、うんうんうん、でそういうのはもうメイクアップで隠せないのよ。そうですよね、確かに。だけどヒヨンちゃんはこのままいけばずっと可愛いままずっと大人で生きると思う。本当ですか、うん、嬉しい。そう、でもこの2年で何があるか分かんないわよ。確かに。そう、この2年でもうぐっちゃぐちゃされるかもしれないですよね。そうよ。で僕のコスメ占いは、うん、あの過去しかちょっと見ることができなくて、未来はちょっと見えないんですよ、うん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 、なので過去そういう人だったんだなっていうね、今現状を審査する対象として今ちょっとコスメを見てるんですけれども、本当に嬉しいです、やばい。感じました。じゃあ次行くわよ。お願いします、はい、後半戦。後半戦ね、はい、これがエクセルファンデーション。でもこれも最近買いました。なるほどね。なんかこれ1本で、うんうん、あの完成するよっていう。ちょっと BB っぽいね。そうです、そうです。なるほどね。私今年は、うん、あの肌をナチュラルに仕上げる。なるほど。っていう意味で買いました。いいね。いいですよね。いい自然ナチュラル。それで仕上げました今日。なるほどね、うん、上手。嬉しい。いや本当に、いや結構ね近距離戦で見て嬉しい。
モニターに映って綺麗ってちょっと難しいんですよ。あのだいたいやっぱりモニターに映りやすいように顔をちょっと厚めにしたりとかっていろいろねコントロール必要なの、本当はね。でもひよんちゃんの場合は肉眼で見てめちゃくちゃナチュラルで、本当ですか、そう塗ってる感がないのにモニターでおそらく今綺麗に映ってますよね。嬉しいんですけど、そうこのね現実とモニター越しを一緒に綺麗に見せるっていうのは根本が綺麗じゃないと見せない。いやそうよなるほど、ちょっとずついろんなの使ってるんですよ。なるほどね、あそこもいいわ、うん、だいたいやっぱり1個でどうにかしようとしちゃう人って多いのよ、うん、いろいろこういうものをカスタマイズして少量少量必要なところに乗せて作っていくっていうことが抜け感だったりとかこなれ感になるので、もうひよんちゃん分かってらっしゃる。嬉しい。いやもう教えること本当になくてちょっと結構ねマジで学び、これめちゃくちゃいいんですよ。体験の出来事で一番嬉しいんですよ、うん、本当本当に。いや嬉しいわ。こんなね羽が入る出来事ないですよ。羽が入る出来事いいわね。わかりますよ、このふわふわみたいな感じ。いやこれが下地。これは下地です。なるほどね、一応下地も。あちょっとトーンアップ下地だ、あった方がいいなって。なるほどなるほど。エクセルちょっとノーチェックだった。こここれ私も最近見つけてエクセルこんな良かったの ね, ね思ったアイテム。いいね、うん、あこれがデコルテ、やっとデパコスが出てきて、これは大好きです。なるほど、わかる。コスメデコルテといえばフェイスパウダーっていうぐらいね、うん、結構ねプロユースだったりするので、うん、プロのメイクアップアーティストのメイクポーチもすごく入ってるんです。高い。そうなんです。そう私これ使って他に使いたいと思うパウダーがまだ現れてない。なるほどね。ので今日使ってる。今日使ってます。やっぱさ、はい、艶肌だけでパウダーって使うよね。使います。やっぱり分かってらっしゃる、うん、これまた分かってらっしゃるのが嬉しい。そうね、いや本当にそうなの。だいたいねやっぱり今の人若い人って、はいはい、パウダー使わない人とかパウダー離れしてるとか、うん、艶肌にしたいからパウダー使わないって人多いんですけれども、うん、ちゃんと分かってる人はこの綺麗な艶肌をちゃんと夜までキープさせるためにはちゃんとフェイスパウダーが必要。使ってます、絶対に。いや分かってる。嬉しい。ちょっとアドバイスすること何もないんですけどじゃあこっちがビューラー。ビューラー。あこれどこのビューラー。これは私のお母さんが生協で買ってくれたものなんですけど、うん、これが一番上がるんです。上がるんだ。それエクセじゃないんだ。エクセじゃない。なるほどね。生協で買ったのこれ。生協のものが私、生協ってあの食料品の生協。そうです。これが私的に一番上がる。上がる。なるほどね。いや勉強になりますよ皆さん。生協のビューラーです。いや初めて聞いた。生協に化粧品があるのも初めて知ったし。そうですよね。チェックしたこともなかった。このビューラー本当にいいです。すごいね、うん、じゃあこれのエクセルのアイシャドウね。なるほどね、うん、これ、うん、めちゃめちゃ好きっていうよりも、うん、使いやすい感じだね。そうです。ちょっとまあ無難というか間違いがない感じのね。次これが、あこれがさっきのそうです、ジェニーハウスのジェニーハウスね、アイシャ単色アイシャドウです。マットだ。これが大好きで、ふんわり感が本当に感じられる、うん、感じられるだし、色もなんか大人かわいいって感じ。うんうんうん、ピンクでかわいいけど大人っぽいね。ですよね、落ち着いてる感じなので、うん、すごいなんか涙袋とかで言ったらかわいいし。なるほどね。フェイスパウダーみたいに柔らかいね。うん、ふわっとしてる。でこれベースに塗ってこっちのラメをつける、うん、うわーもういけてるやっぱさ質感のレイヤード。最近僕の YouTube ね、あのヒロビューティーチャンネルでもうよく紹介してるのが、うんうん、質感のレイヤードでやっぱりマットの上にグリッターとかラメをのせたりっていうね、うん、それがもう時代のニーズですよね。いや素晴らしい。いやもうひよんちゃんに教えることなさすぎて、いやすごい勉強になりますわ。あこれがエトボスのマルチパウダ ー, パウダー、ね、この色が私に多分すごく合うんですよ。わ、うん、かる。イエローベースの人にはすごいいいよね。そう、それで顔がとにかく盛れるっていう感じで好き。わかる。これマットなんだけど若干パールが少し入ってるんだよね。あ本当だ。そうなの。だからに馴染むんですよ。結構マット系のものって、うんうん、あのやっぱりちょっとムラになりやすかったりとか、うんうんうん、マットにしたいけどマットだとムラになるっていうところ、マットに見えるのに馴染みがいいっていうのは、はい、程よく細かいパールが入ってるから。なるほど。結構ね絶妙なバランスで作られてる。これめっちゃマルチパウダーいいよね、はい、マルチだからどこでも使える。そうなんですよ。そしてこれがアミューズっていうチーク。はい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 。リキッドチーク。リキッドなんですけど仕上がりが結構サラサラしてるので。なるほどね。先っちょが星になってんだ。そうなんですよ。かわいい。可愛いですよね。それでなんか可愛いし、割とマスクしてもなんかよれにくいです、うんうん、なるほど。あしっとりしてるけどサラッとする、ね、そうなんです。なのでこれつけた後にパウダーをちょっとつけてまた。なるほどね。発色良い感じに。これ色も結構あるし、うん、おすすめです。でもこれもやっぱりハイトーンだからちょっとやっぱり若々しく可愛くなるよね。うん
だから可愛くなりたい、若々しい印象にしたい人はこういう色がいいと思う、うん、私全てにおいて可愛いっていうフレーズがないものがない。確かにって思ってます。うん、わかる。大人だけど可愛い、私が入ってるような、永遠のテーマなんだそれが。なるほどね。それは自分に合うのかな。なるほどね。だから新しいメイクができないんですよ。なるほど。可愛いの縛りから離れられない。抜け出せないです。なるほどね。抜け出せない。そう。いや、それはね、いいと思う。でも可愛いの中にもやっぱり振り幅があって、うん、今はね、合ってる、マッチングしてるんだけど、30代になってくると、ね、可愛いの中のステージを上げていかなきゃいけないから、そうするとね、コスメのセレクトが変わってくると。でもね、正直この前コラボした時からするとめちゃくちゃ大人っぽくなってる。今日本当ですか、うん、全然違う。やばい、アップデートされてます、うん、してるし、あのね、肌の作り方が違うと思った。え、嬉しい。そう、前のね、会った時にはもうちょっとね、まんまるとしてたの。もうちょっと可愛い、丸みがあって可愛い感じだったのか、うん、ね、今日はね、若干シュッとして大人っぽくなってる。確かに前はクッションファンで全部リヌルみたいな感じだったんですよ、ね、最近はそれこそこことかあんま塗らないように。そうだね、だって真ん中だけに綺麗にツヤが入ってるもんね。そう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 。前回はね、白銀比率でちょっとメイクされてる感じがしたの。白銀比率っていうのは、はい、正方形、うんうんうん、あの均一になるその正方形の中に顔があるっていう感じのスタイルにしてたんだけど、はいはいはい、今日長方形の黄金比率で作ってるの。知ってた？知らないです。あのね、そのね、物にも比率があったりとか、うんうんうん、こういうメイクにも比率っていうものがあるんだけど、はい、その比率によって引き寄せるものだったりとか、はい、人からの合わせる度合いっていうのが変わったりするの。そうですね。よかった。すごいね。いや、アドバイスすることがないんですよ。アドバイスが解説はできるのだから。あ、なるほど。でもその自分がなりたいような雰囲気になってってるから、嬉しい。すごいわ。いや、皆さんもね、多分同世代で多分悩んでる人いると思うんですよ、20代後半になってって、うん、今までの可愛いから抜け出したくて、うん、ちょっと大人っぽくなりたいっていう人ね。そうです。でもそうするとどうしても、ね、色物で考えちゃうわけ、うん、だから、なるほど、大人っぽい色とか、はいはいはい、ちょっとなんかシックな感じって ね、 そうですね。色変えてなくても大人っぽいっていうことはベースの作り方が違うから、うん、すごい。てかそれは私は分からなかったので、こうやって解説して、うん、あ、なるほどなっていう。本当に分かってなかったの？でも、うん、雰囲気というか、うん、結構なんとなくでは分かってたよね。そうですね。そうだよね。だからできてんだもん。だからメイク、コスメのことをちゃんと分かってて、メイクのことを勉強していく、うん、でメイクのことが好きって追求してるから、うん、そういうことが分かるようになってくるのよ。なるほど。でこうやって人生もコントロールできるようになっていくと思うよ。嬉しいです。いや、本当頑張ります、うん、本当に。そう、自分の心の内をね、自分 の、 あのメイクの技術、そして顔にメイクアップで表現できる人は人生もコントロールできるよ、うん、本当ですか。私も最近悩んでて、なんか人生悩みみたいになっちゃうんですけど、いいわよ。私の年って割と結婚ブーム、出産ブームなんですね、うんうんうん、で周りがそうなってくると、結構私だけ取り残されてる感というか、うん、すっごい落ち込んじゃうっていうか。なるほどね。周りがそうどんどん変わってってるのに。そうなんです。私だけ変わってってない気がして、うん、大丈夫なのかなっていうのがすごいあれだったんですけど、うん、なるほどね。大丈夫、コントロールできますね。人は人、自分は自分、そうで、やっぱり人生にはね、いろんな色とスピードだったりとか、うん、ステージがあるんですよ。でそれもみんな一緒に今まで学生時代はやってて、20代前半ぐらいまでって大体みんな一緒なの。そうですね。 そう、そんなに変わり映えないんだけど、後半になってくるとやっぱりそれこそ結婚だったりとか、まあ、もちろん離婚もあったりも、それも出産もあったりとか、うんうん、あとは、例えばその仕事でね、いろいろこううまくいってったりとか、うんうん、もう起業される方も20代後半いっぱいいるから、うんうん、 そうですね、そういうところでいろんな生活水準だったりとか、うん、ステージが変わってくるから、変化があって当たり前で、そしてその変化を目の当たりに初めてする年だから、うん、それは悩んでいるのは正解なの。 そこに逆に悩みがなく、なんかのほほんってやってる人は、まあ、そのままの人生になっちゃうっていうことで。いや、のほほんではないです、ね、でしょ、のほほんではないです、ね、そう。でもちゃんと悩むのがとても大切。20代は悩み抜くの。なるほど。そう、悩んで苦しむの。そうですね、苦しいんですよ私。いいのよ、苦しいそれ正解なの。で30代になってくるとある程度開けてくるの。なるほど。あとじゃあもう2年ちょっともうちょっと頑張るって感じですね、うん、そうだね。でもそういう悩んだ内容と悩んだことが顔に出てくるのが30代。そっか。そう、でもそれが今いい感じに出てるのよ。え、じゃあ20代後半で今いい感じ。え、嬉しい。そういい感じですね。そういう、じゃあ今はもう頑張るしかないって感じですかね。今のお話も聞いて、そのコスメのセレクトも見て、なんかなるほどなっていう感じがして、うん、あのトゥーマッチじゃない、心のその今の、状況とこのコスメの広がってるこの状況っていうのが一致してるから、はい、嘘がないなって思って、嬉しい、うん、で今のお話を聞いてね、もし僕がこのコスメの中を見た時に、はい、あ、嘘だなっていうのを感じるんですけど、今のはね感じなかった。本当ちゃんと本性を話してくれてると思ったし、はい、でその中で自分をねやっぱり大きく見せたりとか、綺麗に見せたりとか、いい子ぶったりとかする節ってやっぱ人間ってあるのとか、はい、
え、そういうものと僕は今リンクさせたりとかするんだけど、あ、これ今の嘘と思ったりとか。でもそれが正直ヒヨンちゃんにはないから、また面白いことが言えないんですって言って。いや、本当にまんま、まんまよ。まあ確かに、うん、まんままんま、素直に生きてるな。だから素直に悩んで、素直に生きて、で素直に表現して、素直に生きてるなっていう感じ。嬉しいです。そう、じゃあ今日はコスメ半分しか見てないんですけれども、はい、半分見させていただいたのと、ひよんちゃんの今お話を聞かせていただいて、はい、まあいろいろそのひよんちゃんのことが分かったんですけれども、はい、今はちょっと正直表層的なものしか、はい、あの占っておりません、はい、でその奥深くさらに深掘りしたところ、はい、その続きは、次回の動画でいろいろまたお話をしたいかなと思いますので、ここら辺で終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。嬉しい。またお願いしたい。またよろしくお願いします。では今日の動画がいいと思ってくださった方は、このいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただいて、コメントたくさんいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。バイバーイ。